はい、こんにちは。こんにちは。ひとりさんの独り言のコーナーです。今回ですね、昔一生懸命話した話で、もう何十年も経っちゃってるんで、忘れちゃってるんだけど、この話を新しく入ってきた人がいっぱいいるんで、基本の一番大切なことから話していきます。相当役に立つと思いますから、私もしばらくぶりで話しますからね、うまく話せるかどうかわからないんですけど話します。まず第一の今日のテーマがですね、完璧主義者っていうのがあるんですけど、我々は不完璧主義者なんだと。それが私たち丸観の人間なんだよっていうことなんです。それで完璧主義者がいいっていうか、悪いっていうか、これいい悪いじゃないんです。なぜうちが不完璧主義者を取ってるかっていうと、人間っていうのは完璧じゃないんです。で、完璧主義者って人がいるんです。で、完璧主義者というのは完璧にものができる人間じゃないんです。で、人間は完璧主義者っていうより完璧にものはできないんです。で、完璧主義者とは何ですかっていうと、何かやった後必ず完璧にはできないんです。誰も。完璧主義者というのは必ず完璧にできなかったことをずっと悔やんで自分を責めるか、人のせいにして人を責める人なんです。完璧主義者は確実に嫌われるんです。わかりますよね。まあ、うちなんかもパーティーやなんかやるんだよね。パーティーやって、本当に人間というのはね、何かやろうっていう時は完璧を期すんです、誰でも。で、それはもう誰でもなんですよ。ところがやってみると完璧にはいかないんですよ。そうすると不完璧主義者の人間というのは、まあこんなにうまくいったんだからこれでよかったねとね。そうすると、78対22の定理っていうのがある。これユダヤの法則って言うんだけど、最高で78である。日本人は100点満点を目指そうとするんだけど、人間がやることは78が最高なんだっていう定理があるんですよね。それで最高にうまくできたと思っても 78% しかできてない。で、残りの 22% っていうのは次に改良するんだ。そう、この 22% を 100% だとするのね、今回次の改良点。そうすると、この 22% を100にしてやると、最高にできても78なの。そうすると次にこの20、残った22をまた改良しようという。で、限りなくいくんだけど、いつも22は残るんです。で、それを改良していこう。で、プロっていうのはだんだん改良されていくる。だから日本の精密機械はものすごい精密で、ね。あの1ミリの0って、あの1万分の1の狂いで、でも1万分の1は狂ってんだよね。で、それをまた今度ピシッと精度よくしようってまた頑張るんですよ。だけどまたね、10万分の1とかの狂いは出るんですよ。で、完璧というのは実はないんですよ。で、完璧に近づけてるだけなのね。で、絶対誰も完璧には物事できないの。ただ完璧主義者はできないのに人のせいにするか必ず自分をずっと責めるんだよ、ね。そうするとどうなるかっていうと、よく自分のことが嫌いだとか、ノイローゼになっちゃう人、自殺する人、完璧主義者なで、やってみると完璧にできない。で、完璧にできない自分を許せない。だからあんた自分に自信を持たなきゃダメだよってこと。自分のことを許せないやつが自分に自信なんか持てるわけがない。で、人は完璧にはできないんです。だけどじゃあ完璧にはできないんだから気楽に生きようよとか、それもダメなんですよ。だからやるときは完璧のつもりでやるんです。それでできなかったときは、いや、こんだけうまくいったんだから次はここを改良してっていう形にするのよ。わかるね。だから完璧主義者っていうのはいつまでも失敗のことを言ってるの。いつまでも人を責めてるから、脳がその失敗ばっかし恐れるから、必ず次やった時また同じ失敗繰り返すんですよ。不
思議なんだけど、怖がってると同じことが起きるんですよ。ね、だから完璧主義者はダメなんですよ。ね、で我々は不完璧主義者なんです。不完璧主義者というのは不完璧で生きてんじゃないんですよ。ね、100% を目指すんだと。目指したけど 100% うまくいかなくて、こことこことこの改良点が起こった。ね、でそれは当たり前なんですよ。そしたらまたそれを改良しようじゃないか。そうするとみんなでよかったね、こんだけうまくいって、もっとスムーズにいく方法が分かった。エジソンそうなんだね。じゃあまた次はこうやってやっていこうじゃないか、ね、次はこうやってやっていこう。だエジソンじゃないけど最高の発明王だって言ったって、電球は発明したけど蛍光とは違うよねとか、うん、ね、じゃあ全部あの人発明できたんですか、そんなことはないよね。フィラメントのなんだっけ、あれを調べない5000回だって、うん、実験、そうだよ、ね、そうするとね、それだって完璧主義者じゃない人間っていうのは何回失敗しても落ち込まないんですよ。ね？もう一個やれよ、もう一個やれよ。下手するとフィラメントに向かない物質を自分は何千万発明したとか発見したとかって。落ち込んでんじゃなくて楽しかったんだと思う。そういうこと。で、なぜ楽しいかっていうと、人間は完璧じゃないんですよ。で、完璧じゃない人間が完璧じゃない結果が起きて、またそれをまた完璧にしようとする。楽しいんですよ。ところが、完璧じゃない人間が完璧だと思う。完璧じゃないと許せないと苦しくてしょうがないんですよ。これだと思ってその違かったって、5000回起こしたら死んじゃう。死んじゃう。だから挑戦すらしなくなっちゃうんだ。わかる？で、たまに恐る恐るまた挑戦すると、また完璧にできないんだよ。ね？と完璧にできないとまた落ち込んじゃうんだよ。結局何もやらないんだよね。すごい顔だけどね。わかるよね。で、これが完璧主義の話なの。だから完璧主義っていうのは、パーティーでも何でも終わった後には 100% の結果でできてないんですよ、うちのパーティーでも。でもそれは次こうやってただチェックしておく。で、これをただ直そうよ。ところが完璧主義者っていうのはそうじゃないんです。完璧主義者ってのは、こことこことここって、これを改良を次しようねって言ってるの、自分が責められてると思っちゃうんですよ。言い訳。だから、いや、実はこれはこういうわけで、ずーっと言い訳するんだよね。済んじゃったことなんか、言い訳なんかいらないんですよ。責められてる。責めてなんかいないんです。だって、私も不完璧なんだよ。あんたも不完璧。不完璧同士にしちゃうまくいったねとこっちは思ってんだよね。だけど、2回目は、こことこことここチェックしておいて、これだけ気をつければもうちょっとマシになるよ。って言ってるだけなんですよ。うん、ていうかほら、また次やることだから言ってるだけで、そうすると、ないんだったら別にね、言うんじゃない。必ず完璧主義者っていうのは、いや、まあ、実はあれはこうでこうでとずーっと言い訳するんだけど、誰も言い訳なんかする必要ないの。責めてないんだから。ね？と、完璧主義者って人を責めるんですよ。それで、例えば話はね、ちょっとずれちゃうかわかんないけど、完璧主義者って子供に完璧なことを言うんだよね、願うんですよ。だけど子供の方から見てると親が完璧じゃない、いろんなことできてないってずっと見て知ってんだよね。そうなんだ、あんただってできてないじゃないかって思うんだよね。そう腹立ってくんだよね。それでも飯食わしてもらってるから、はいはいって言って子供も言ってないからなんだけど、いつか暴れたりするんだよね。うん、わかる？ね、だから完璧主義者ってね、自分もいじめてるけど人もいじめてるんだよ、ね、だから人間って完璧じゃないの。だけどね、試験だって本当に100点取ろうとしてんだよ、本当は。いろんなことね、何かやろうと一生懸命やろうとしてるの、ね、そうするとできなかったことがあるんだよね。そうすると次はここをただ改良しようねっていうだけのことなの。できなくて落ち込んでるとこに怒られたんだ。そういうこと。だからそういうことをしない。だから我々は不完璧なんだと。不完璧な人間が100を目指してやったらね、やらなきゃゼロなんだから、うん、やった結果なんとかできたの、うん、そしたら次こうやって見て、こことここチェックしてこれだけ直そうねって言うだけなの。なぜあそこで失敗したんだろうってじーっと考えてたって、終わったことはダメなの。でよくお前反省しなさい反省しなさいっていうこと、あんまり人を反省させるとそのことが恐ろしくなっちゃって、また次に失敗するの。だからなぜ同じ過ちを何度も繰り返すんだって、
完璧主義者の特徴なの。人間というのは恐れたことがまた起きるんですよ。そういう特徴があるの。ね、それよりも、あ、よくできた、よくできた、あと次の時はこことこことここうまくやらもうちょっとうまくいく。だから1回目にしては100点なんだよ。ね、だから2回目これをやろうよと、2回目はまた100点取れる。3回目も100点なの。それを悪かったところばっかし話しちゃうんだよ。だ反省かなって絶対やっちゃうんだよ。本気になって反省なんかしてたら人間って落ち込むだけなの。ね、不完璧、不完璧なの。俺たちは不完璧なんだよ。ね、だからそれがちょっと良くなれ、ちょっと良くなれ十分なの。だから日本漢方の人は明るいの。だからまずここが絶対この部分を押さえとかない限り何やっても成功しないよ。まずね、人に嫌われる。それが挙句の果てに自分まで嫌いになっちゃう。ね、そしたらもうダメ、もうその時点で落語者だよ。だから完璧主義者は必ずね、完璧主義者で自信満々なやつって周りのやつ相当泣かしてるよ。ていうか言い訳するか落ち込まれると思うと言わなくなっちゃう。それそうじゃないの。完璧主義者で出世してるやつってのはほとんどの自分の失敗を全部人のせいにしたやつなの。それ以外はだって絶対失敗がない人間はいないんですよ。そうか、何でも人のせいにしたやつがいるの。だから周りにいるやつはもうたまらないの。たまらない、やすいんだけどな、そいつは。ね、だからそういうことがないようにしなきゃいけないの。ね、人は完璧じゃないので、完璧なのは神なの、うん、俺たちは人として生まれてきたんだから、もうその時点で完璧じゃないので、完璧じゃない人間同士がなんとか完璧になろうよとして生きてる、うん、でこれで十分なの。わかるよね。で、まずこれが完璧の話で、ここをしっかり押さえてよ。自分たちは完璧じゃないんだよ。ね、うん、OK ですよね。はい、はい、そんでさ、あの今もさっき私ちょっと言ったけど、うん、こうこここうしたらもっといいよって言ってるだけなのに、いやそれはこうでってずっとほら言い訳が始まったり、ガクッと落ち込まれたりするとそうで、なんて言ってか分かんなくなっちゃうねっていう、あのね、めんどくさくなっちゃう。日本漢方ね、丸漢のことを知ってる人はよくこのテープ聞いて、そういう 人を責めてないからね、いられない。あなたのことを責めてんじゃないんで、いちいち落ち込んだりじゃなくて、もうね、そうそう、落ち込まないでね、落ち込むんじゃなくて改良してやるっていうだけなんだから、改良しようよってたびにね、言い訳されたり落ち込まれたりしてると、それめんどくさいの。一緒に仕事できなくなる、できないの。だからうちの会社はね、完璧主義で人を責めるような人たちはいないんだと。で、もしいるんだとしたら、このテープを聞いて直してください。私たちは共にそれで、そういう人とはおっかなくて歩けないから。自分も気をつけます。私も気をつけますね。だから未熟な者同士が手を取り合って助け合っていこうということですから、あの誰も責めてません。で、済んだことは言ってません、はい、ね、ただ改良しましょうって言ってるだけ。そんな暇ないんだよ。そういうことです。では、完璧主義の話でとりあえず終わります。はい、はい。